け届け。当たり前だ。汚れた羽に小さな目、鷹によく似た鳴き声だけど、憎しみと苦しい言葉突き刺されて、夜の闇に隠れては答えを探してたけど、なぜだろう、わけもない許さなくて、誰かに愛されたいと願うことなど一度もなくて、変わらないまま生きていた、それだけだよ。夜の闇に輝いた青白い光だけが、なぜだろう、わけもない続けて輝いてる。